米里博トは、旧大倉省銀行局長。中国生まれ。旧制都立高等学校を経て、1951年、東京大学法学部卒後、大倉省入省、大臣官房秘書家族。入省同期には、山口光秀、加藤隆平尾照緒ら。1972年証券局資本市場課長を経て、大臣官房調査企画課長。 名古屋国税局長、大臣官房審議官を経て、1979年に銀行局長に就任。銀行局長時代には、土田正明銀行局総務課長、銀行局総務課企画官である、坂本道里、加賀美徳夫佐、吉田正明銀行局担当審議官らと、およそ50年ぶりに新銀行法改正を成立させ、 当時の大倉主導の金融効率化行政の下自由競争導入を一歩し進めた。しかし、新銀行法制定作業をめぐり、銀行会と対立。銀行会が造反し、時の渡辺道夫増商に直訴したトラブルで、翌1981年夏に更迭された形で、退官。代わって銀行局長には、宮本康隆がついた。 新銀行法改正作業のこの項により退官後の1981年、徳田博美や広接春にの在任期間を短縮して会議員理事に就任し、徳田は商工中金副理事長に回った。1984年商工中金副理事長。1987年から1998年まで日本証券投資顧問業協会会長。 ありがとうございます。